俺でもさ、一番最近ね、ちょこちょこ先輩と、二十歳ぐらいの頃に遊んでた先輩と遊ぶ機会があるんだけど、ちょこちょこなんか飲みに誘ってもらったりして、懐かしいなと思って、会って、まあ遊ぶわけよ。なんか女の子と遊んだり、酒飲んだり、その麻雀やってるとこ見に行ったりみたいな、ご飯食べ行ったりとかちょこちょこやってんだけど、なんかね、あのさ、もう俺、配信でね、この3文字を口に出すのすら、嫌悪感を抱くんだけど、マジで、俺たち、パリピだよね、みたいなこと言うのね。俺、世界で一番バンギャル嫌いなの、俺一番世界で嫌いだったのがバンギャルだったんだけど、1位が変わったわ。パリピが一番嫌いだわ。あれ、どういうことなの？なんか、俺たちマジ幸せだよな、みたいなやつが、あれなの、あれ、それなの。コスプレイヤーが3位。パーティーピーポーが、何その、週末とかに友達とパーティーとかするやつが、今はなんかもう流行りなの。それがなんかあれなの。今のトレンドなの。日本の。あれがなんか、若い女の子とかにモテんの。俺たちイケてるぜってやつってことでしょ。なんかダセー、大学生のダセー女ってイメージがあるんだよな。てかパーティーとかしてるやつってダセーぜ。ちゃんと言、おめえらも言ってけな。世の中に発信してけな。なんかやたら市民権得てんだろ、あいつら。あの、リムジン乗って、東京タワーの、ふもとでピースみたいな、ほんとし、ダセーっていうのちゃんと、理解させてやんねえとさ。いや、ダセーだろ、気持ち悪いだろ、芸能人がやってんだったらかっこいいけどさ、福山雅治と吹き石和也やってたらかっこいいよ。大抵そういうのってさ、なんか変な、なんか中途半端な女ばっかりじゃん。男は絶対染まるなよ。男は耳に鉛筆をやって、カンナで、あれだ、ちゃんと木を削れよ。それがやっぱ男らしさだろうが。耳に鉛筆、うちのお父さん見習って。それぐらいがやっぱなんか俺はいいなぁ。鉢巻き巻いてよ。カンナでギーコーギーコーっつって。なんか俺ちげえと思うんだよなぁ。あいつら本当に死んでほしいわ、みんな。あれを流行らしちゃいけねえなって思ったわ。女子大生とかがさ、やたらなんか俺の気に入らねえ文化をどんどん日本に普及しようとすんだよ。俺がさせない。俺が取り入れとなる。俺が。でもあのリムジン乗ってる女抱きたいな。でもじゃあ、俺の友達の奥さんがさ、その友達の結婚式の時にそれやってさ、一応俺も、イエーイみたいな感じだけど、俺、さ、イエーイって言葉言ったことないのね。あの、イエーイ。ああいう時なんて言うかわかんない。綾波みたいな顔してたよ、俺多分。どういう顔して言えばいいんだろう、つって。ダメなんだ。ただ俺は一応さ、空気読むから。これなんか、透かしちゃダメだなと思って。一応なんか、種に交わって赤くなったけどさ。ちゃんとでも、能動的にやるのはねえなぁ。一番、受け付けねえというかさ、俺とはなんか、合わねえなっていう、ふうに思っちゃうんだよなどうすんの？居酒屋とかでコールされたら、えい、純ちゃん！なんで持ってんだよーみたいなことやったらさ、うわーって俺一気に嫌いになっちゃうんだけど。声帯潰して、ジップ君見てる声帯潰してきてほしいわ。喋んねえでいいわ、俺。